3000馬力をマニュアルで操れる EV シフト黎明期の世の中の流れに真っ向から逆らうハイパーカーが登場です。その名はニル。ニル27という会社が満を持して送り出すハイパーカーです。この会社の創設者は、ケーニグセグの元デザイナーでした。この CC850 や、ジュメラのデザインを手掛けていたようです。公式サイトによると、自動車設計に20年以上携わってきた人物、EV っぽさもあるデザインですが、自然吸気の 6.5 リッター V12 エンジンを搭載していますよ。1よろず2000回転まできっちり回る超高回転ユニットで、トップエンドで1070馬力、約870ニュートンの絶大なるトルクを発します。メーカー自体が新しいため、エンジンやシャシーなどは基本的に他社から提供を受けていますが、そもそも車のフィーリングというのは、開発陣のさじ加減で大きく決まっていくもの。実物も見てみたいですね。